ミッシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴです。はい、ということで私たちから重要発表がございます。イエーイ、皆さん腰を抜かせないでくださいね。はい、なんとチェゴ初のミニアルバム発売決定いたしました。めっちゃ嬉しい。はい、なんとこちら明日の8時発売です。はい、でこちらなんと限定200名様限定で、はるかの生写真、まほの生写真、僕の生写真、それぞれ全部直筆サイン書いてあります、はい、プラス3人のシークレット写真、はい、のこの4つをね、どれか1枚がついていきます。おお、はい、それでは早速この中身をねちらっと紹介したいと思います。はい、はい、まあ、これはね透明のフィルムに入ってるんですけど、はい、時短のためもう剥がしました、はい、それではまずねこちらの飛び写真、ね、このアーシャね、新しいアーシャどうですか。かっこいいよね。かっこいいよね。こちらオープンします。オープンザドアー、わー、チェゴリシャツ、すごい、チェゴリシャツ。はい、それでですね、まずね、はい、こちらあのよくアルバムって歌詞カードついてるじゃないですか、はい、私たちのところもついております。イエーイ。まあね、あの新曲とかもあるので、うん、1ページだけで曲名書いてあって、ここに歌詞カード歌詞書いてあって、まあ、次のページも歌詞書いてあって、うん、5曲、うん、全部歌詞書いてあるので、おこれを見て覚えていただければと思います、はい、いいね、いいね。そんでもってね、ここだけじゃないんですよ。なんだ、なんだ、この CD が透明なところにあるんですけど、うん、これをこう取るんですよ。おぉ、うらごめん、間違えた、上下上下、一回ねリハーサルしたの、その時に間違えてこっちに言っちゃった。ごめんごめんごめん、まあ、本当だったらねこうなってるんですけど、はい、こう撮ったらね、はい、この私たちのこの写真がまた入ってるんですよ。おー、この写真もお気に入りなんですよ。で裏にこういう感じで曲名が入ってあって、はい、おしゃれなやつがあるんですけど、やっぱ CD とかって飾りたいじゃないですか。飾りたい、うん、そういう時はこっちを裏返しにして、こういう感じで飾ることもできるし、こっちチェゴ、チェゴ、リバーシブルじゃん。そうそうそう、曲名をの方を出したかったらこっちでもいいし、うんうんうん、こういう感じでできるのでリバーシブルになってる。え、すごい、すごい。まあ、こういう感じでね、いろいろなところが工夫されてるこのアルバムのお値段なんですけども、はい、こちらのお値段の方そう、それこちらのお値段の方は2000円です。あー、はい、それでね、こちら5曲入ってるんですけど、前の3曲はあの iTunes 等で配信されてるんですけど、新曲2曲に関しては今のところ配信する予定はないので、皆さんこの時期ですし、家でたくさん聴いていただければなと思います、うん、次もしワンマンライブがある場合は新曲披露するので、うん、それまで皆さんお家でワンマンライブの準備をしておいてください。お願いします。じゃあ今から少し5曲中身をちらっと皆さんにお届けしようかなと思います。はい、それではまず1曲目、フライハイ、You made a fly high。 これはね、ちょっとかっこいい女性をイメージして作った曲なんで、うん、ね、強い女性ね、はい、これはドンミスイットっていう曲です。チェゴが一番最初に出した曲です、うん、思い出のある曲。そうだね、ドンミスイット、はい、ちゃんとねこういう振り付けがあるんだよね。そうなんです、ドンミスイット、挨拶のドンミスイットもこれから来ました。おお、これ新曲、これはリトルデビルっていう曲です。ちょっとね紅白魔系な男の子に対して言ってる曲です。結構レコーディングでね苦戦したんだよね。ね、難しかった、すごい高音でね。来ました、ラブ。これはラブです。結構ね人気な曲なんですよこちらは。なんかワンマンライブ、なんかライブ、うん、の時にみんなでこうやってできるから、そう、振り付けがあるんです、hey, hey, これ、hey, これ、hey, これ、hey. これ
いい曲。お、これも新曲2曲目です。君しかいないです。応援ソングとなっているので、まあこれ聞いて元気出してもらえたらなって思います。この君しかいないの曲は、あのサビをなんと3人で同時に歌ってる曲なので、合唱となってるので結構迫力のある感じだと思うので、初めて3人で一気に揃えてバーって歌ったんで、すごいなんか声の感じとか合わせるの難しかったんですけど、すごいなんか気持ちいいよね、歌ってて練習してても楽しいし、早くライブでやりたいです。はい、あのもう一個の新曲、リトルデビルっていう曲なんですけど、うんうん、結構高音だったんですよ。だから結構苦戦したんですけど、うんうん、頑張りました。はい、じゃあちょっとレコーディングした様子をどうぞ。気づけば君の完全な虜、 Oh my、 そんな Oh my bad boy。 気づけば君の完全な虜、 Oh my、 そんな Oh my bad boy。 気づけば君の完全な虜、おい。あの、まあ、5曲入ってるんですけど、1曲1曲が全部違うテーマで作られてるので、こういう気分の時はこういうやつ、こういう気分の時はこういうやつみたいな感じで対応して聴いていただければと思います。いろんなチェゴを感じてほしいですね。はい、こちらのアルバムも物販のチェゴオフィシャルサイトにて販売しておりますので、なまってます。こちらの CD 以外にも、このみんなが着ている T シャツ、これめっちゃ可愛くないですか？可愛いよね。もう自分たち的にもめっちゃお気に入りで、もう結構バンバン着てるよね、うん、こういう感じで一人一人着こなしやってみたんですけど、ね、はい、どうですか、似合ってますか？いろんな着方ができるんじゃないかな。スカートにもズボンにも合うし、そのまま履いてもいいし、結構ねこういうさ、なんか人のさ顔っていうか柄が書いてあるのって結構今のファッションでトレンドな気がするの。ストリート系とかでも結構流行ってる気がするから、すごい、ね、見たことあるもん、うん、ね、こういうやつ。じゃあ皆さんに着ていただきたいですね。あ、お友達とお揃いにしたりとかして楽しんでいただければなと思います、はい、ぜひお揃いにしましょう。しましょう。タオルもね、うん、販売してたんですけど、そちらの本当にありがたいことに、ありがたいことに販売と販売させていただきましたので、嬉しいね。残るは T シャツのみとなっておりますので、皆さんのみじゃないでしょ、アルバムがあるコラボで、はい、ぜひゲットしていただければなと思います。はい、ということで明日の YouTube も6時お楽しみに待っててください。はい、以上チェゴでした。バイバイ。はい、皆さん急に告知していかがでしたか？いや、もう本当にね、やっとできたことなので本当に嬉しいです。皆さん T シャツもぜひお揃いにして、みんなで楽しもうね、この人生、イエーイ。